多少狭いかとも思ったのですが、いざ入ってみるとこう、なんとも膝と膝は当たってしまいますけれど、窮屈なりの風情があると申します。やっぱりこれは順当。ジャストラブサイズと言いますか、とってもちょうどいいですね。よろしいんですよご主人様、さっきから視線をあらぬ方へやったり。よろしいんですよ、ジャストラブサイズですし。え、いや、なんということでしょう。私ともあろうものが、すみません、のぼせてしまったようです。何が柔らかいんでしょうご主人様。よろしいんですよ。だね。時にご主人様。あなた様が目覚めてからというもの、私ついぞデートの一つを楽しむこともあります。国の半島を広げんとするばかりで、最も実に愚かなサーヴァントでした。セラフ全土をこの手にせずとも真のレガリアを。申し訳ありませんご主人様、このような時とはいえ。炸裂するこの池田魔力、えい。ですので、どさくさに紛れてご主人。本当なんで愚かだったのでしょう。いいえ、そのような反省は犬神にでも食わせておくもの。侵略の恋人のように寄り添い進みましょう。円熟の夫婦のよ、わずかな童貞ではありますけど、こうやって未明領域までの距離ですか。強いて言えば近いでしょうか。要は移動のためのポータルをまさかマイルームに設置してしまっては、いざ逆にも私たちが離れれば同じことやもしれません。ですが可能性はなるべく残しておきたいです。ですから、いざ陰の鬼脈の果てをここに。我ら行く先は今の金色の陽光をはじく水面のごとくして映し込む、は世持つ平坂のごとくして彼岸の果てへ向かうは根の国ならず。さあご主人様、ここに月の黄泉へと。これより先こそ破壊の軍勢の本拠、許しがたきはいざ快活に大逆転の始まりです。しばらく命の選択としゃれ込もうではありませんか。正直に申し上げまして、敵は大敵。
はい、私も覚悟を決めてますとも。ミコッと勝って六畳一間でも構いません。ささやかでも二人でいれば何よりの話。どうでしょう。特にアルテラは世界の具現にして概念たる神霊にも当然のように有利ではあるのでしょう。地球あっての神霊かなわけですが、それでも地球の外そでもそのなんというかあれになってしまった私はもうそれは。ありがとうございます。すでに制圧したセクターのいくつかへ敵勢力が押し寄せている。複数セクターへの同時攻撃、うまい手だ。敵ながら見事と言える。防戦ではおよそ勝ち目はないだろう。打って出る他にあるまい。華麗に決めジャンプ。君臨するとはこういうことだ。ゲートオブバビロン。セクター間を超える強力な気の短いサーバーだと思う。このまま放っておけばこちらの負けだ。言われなくてもそのつもりですよ。天気などいい思いでありませんし。この調子で徹底的にぶっ潰します。制圧できましたね、キャスター。王に歯向かう不敬者がここまで多いとはな。制圧できましたね、キャスター。その調子で変に遊ばないように。勝とうが負けようが構わないのですね。こうなっては勝つしかありませんね。これはまた物好きな神霊よな。何を企んでいる狐。決まっています。ご主人様の妻になること以外ありません。なんだ
捨て犬にも牙はあったか。最強大変喜べ、褒美だ。失敗は実は、しばらくしばらく。ここは僕の火が赤くなっちゅう。いかがします、マスター。食い下がるではないか。いいぞ、八つ咲きをしてくれ。もう、このままだと味方がやられちゃいます。ギルガメッシュを止めろ。喜べ、ワンダー突破だ。ウタビーや、はぁ、助かりました。次はもう少し早く来ていただければ言うことなしですが。少しばかり猶予をやろう。一時の命ありがたく思えよ。王の前だ、勇姿を示すがいい。なんだ、国を滅ぼす魔獣と聞いたが、極めて愉快な美女ではないか。さすがは覇王、見る目がある。ちとも真が、貴様は危険すぎるようにDeal
します。マスター、このままだと味方がやられちゃいます。このままだと味方がやられちゃいます。着実な一歩、これでいくらか戦況は好転する。敵の戦力は大きく減じられた。この調子でクラマスの方を削っていこう。風向きが怪しくなってまいりました。急に行っときます。滑る女は違うということか。
主人様、面倒ですが助けに行きましょう。ブラント発見で、私あれ大嫌いですよ。天罰赤面しげに制圧したな。今日を滑る女は違うということか。ポータルの出現を確認した。アルテラの元へとつながっているはずだ。さあポータルへ向かうがいい。ようやく親玉のお出ましというわけです。退け、私はお前たちを。お前たち今さら何をのたまうか。破壊の大王と呼ぶ貴様は誰事ばかり口にする。そう、戦いのための力をかようなまでに備えていながら、琴影を通じて今日凄まじき力という無敵の矛と戦いを忌避する無。お前に言われるまでもない。私はそれはお前には関係のない事柄だ。キャスター、レガリアをここへ。そうすれば私は私に。
言語、その物言い、その眼差し、その思い、私の指に輝くレガリア、焦がれるほどに求め与えられた私の赤。いいえ、ご主人様、ごめんなさい。あれはダメです。ダメなので、そしてです、私は何一つ奪わせはしないし、いや、それ、お黙り。知恵と勇気、あまねく怪物なるものはあなたとて例外ではありません。アルテラ、過去のあれなど何かの間違い、太陽の化身のその分け身。いや違う、私は怪物ですらない。私たちは、お前たちでは私たちに勝てない。フレアエフェクト、マルスとの接続開始。発射まで2秒。軍神のティアードロップ、フォトンレイ。許せ、サーヴァントでは私を倒せない。命は奪いたくはない。破壊する。私、何のしばらくこの程度、馬耳東風にぬかに釘、泰山明道お狐遊山ってなもんです。甘いわ、半端者が。光の柱、何故に。見えるぞ女、見透かせる。レガリアが砕け散るのを恐れましたね。どこに。出雲に神あり、これ自在にしてみそぎの証、神宝浮く水天日光、天照らす矢の雫石。遅い。
一か八かだったんですけど、もう一人の私をあなたが操って戦って、私一人では到底お前たちの策に溢れる星の光でさえない、ただのキャスター。その通りです。ほうき星より弱き者が強き者を打倒する、知恵と勇気を振り絞りと、それを私はせいぜい真似てみただけのこと。それらがお前を倒した者の本質です。やはりか、私の私のマスター、お前を破壊、守れないわよ。守れるはずがないじゃない。だってあ、弱々しい乙女のふりなんてやめなさいよ。冗談、あなたはそうよね。厳密エリザベート、何のよ。ごきげんよ、一人ぼっちの帝国の女王陛下レガリ。ああ、むやみやたらに動かないでね。さて、いい加減、英霊でもない半英雄でもないあなたが人間の真似だな。というか、これですっきりしたでしょ。外で活動する分身をなんでわざわざサーヴァントにしたのかは聞かない。でも負けたんだから遊びはおしまい。本気の、いえ、何一つ、ご主人様、いけます自分の本性に気づけ、自分の SG は自分じゃわからない。本当に私は優しいから救ってあげる。悩むことなんて、だってあんたは最初から悩みも嘆きもしないよ。そご主人様、負荷に耐えてくださいま。